どうもおまっとさんでした。ヘアチョロです。はい、ライオンズ対イーグルスの試合は3対2でライオンズが負けてしまいました。話はセリーグになりますけども、一方ジャイアンツは若林学徒のサヨナラタイムリーで6連勝、首位をがっちりキープ。そして、ライオンズは松原聖也のチャンスでの三振などもあり6連敗、最下位がっちりキープ。ね、ウィンウィンのトレードですね。どこかやねん。クソ、クソだ。もちろん、もちろんね、松原聖也一人が悪いわけじゃございませんけども、なんでこうも美しく待機しちゃうのかね。一方は6連勝し、まあ1ゲーム差ではあるけどもね、首位をキープしている。もう一方は6連敗してドンケツの最下位ときたもんだな。あ、悔しい。若林学徒が活躍してるのは嬉しいんだけども、なんかちょっとこう悔しさもあんだよね。素直に喜べない俺は多分ひねくれてるのかな。若林がライオンズにいたらなって思っちゃうんだよ。今更だよ。あんだけまんぶりする若林、バカ野郎バカ野郎、あ、ほんだらお前ちょっと引っ張るのやめろとかね、言ってたのに、初級打ちやめろとか言ってたのに、ちゃんと結果出してるもん若林。2割7分8厘ってお前。なんか、いなくなってから気づく、元妻の大事さみたいなね。やさぐれた主人公あるあるじゃないか。で、一方で、再婚した妻、松原聖也、1割4分3厘。これはね、なんかこう、複雑だよね。おそらくジャイアンツファンの方も、この松原の数字見て、複雑だと思う。非常に。つうか辛いと思う。俺も、もちろん若林の活躍は嬉しい。でもね、ライオンズに出たらな。いや、でもライオンズに出たら変わんねえか。な、変わんねえやな。ダメだこりゃ。ダメだこりゃ。やっぱコーチがダメなんだかね。もちろん、松原一人が悪いわけじゃございません。ね、その前まで打たなかった。ね、初回のチャンス。ノーアウト1、2塁のチャンス。殿崎、岸。高松、あ、高松、これ大丈夫だわ。山村と続かなかった。で、今日ね、満を持して、フランチ・コルデロが一軍に、ね、登録され、7番指名打者、スタメンだった。もう今日、楽天の先発ピッチャー、早川だったけども、1打席の空振り見て、あー、ダメだなって、やっぱ思っちゃいましたね。案の定ダメだった、コルデロ。フランチ！まあもちろん今日1日だけじゃね、なんとも言えないですけども。まあ、数試合見て、もうダメだったら、もう本当にダメですね。これでも、今回がラストチャンスだと思います。先制したのはね、イーグルスだったんですけども、おごうのタイムリーと、ルーキーのね、中島大輔ですか。犠牲フライ。これで2点先制します。ね。ライオンズの先発は、竹内夏樹。もう今日も本当にいいピッチングでした。もうなんか、きっちり打たれたというような内容でもなかったしね、この2失点もね。ああ、3失点か。ライオンズ7回。野村大樹がね、仕事をしました。よかった。この野村のタイムリー見れてよかったよ。2点タイムリーね。ああよ、ちゃんと仕事できたと。トレードで、バンクから取ってよかったなと思える活躍だったんじゃないでしょうか。ただね、この活躍を継続してもらいたい。もう何よりも継続してもらいたいんですわ。まあ、その野村大樹が打った後、コルデロ、そして住谷と。まあ、住谷はね、いい当たりでした。村林が取り上がったな。反射神経いいな、この、アホチンが。ツーアウトランナー三塁となったところで、バッターは松原だったんですけども、ここであえなく、空振り三振と。なぁ、あと一点、欲しかったぞ。松原よ、松原。そしたらね、7回裏に、浅村入れた。もうずっと眠っとけや、お前、今シーズンは。なんで西武戦に打つかな。第7号ホームラン。これが決勝点となり、ね、8回、9回も、さな、8回、9回も、
ね、0-0 で抑えられました。まあ、9回はね、ワンアウトから、山村が、レフト前ヒット放ちます。山村もいいですね、最近ね。ようやくこう、形になってきた、感じがしてます。一軍復帰してから、いい感じだと思います。その、山村に、ダイソー高松が出ますけども、この高松が、バッター、野村大樹の時ですね。三振ゲッツーと、盗塁失敗というね。で最後はね、リクエストしましたけども、まあ、誰がどう見ても期待が薄い、リクエストでしたね。もう惨めでしょうがないわ。あのリクエストの時ね。はい、はい、アウトね、みたいな。逆になんか、楽天ファンの方々に申し訳なかったなっていう風船もみんな上げちゃってさ、球場の演出もさ、なんか、LED ピカピカピカみたいなね。乗り物もちょっと待ってみたいな感じですか。もう映像を見たらもう全然余裕でアウトだったっていうね。その説はすみませんでしたっていう。ダメ元でリクエストしてみましたみたいなリクエストね。涙のリクエストにもならん。もう涙も枯れ果てとるわというようなね、リクエストでした。ちゃんちゃんという形で、三振ゲッツー成立ということで。バンチキュース3対2でライオンズ負けてしまいました。はい、弱い、相変わらず弱い。はい、というわけで今日はこの辺で動画を締めさせていただきます。明日は仕事があるため生配信はおそらくできないと思います。あらかじめご了承くださいませ。ではでは、明日の動画でまたお会いしましょう。さよならライオンズ。